戦競争インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコースがトップスタート1号艇菊池光平、角4コースから4号艇石渡哲平、インから速攻1号艇菊池、2号艇峰が指してまくり出しは3号艇桐生、内側から5号艇片岡、向こう正面へとあります。先頭ですが、ここは2号艇峰が優勢、2番手は5号艇1号艇並走状態、後方アクシデントとなっています。なおスタートは正常です。3号艇桐生、内側から5号艇片岡、向こう正面へとあります。トップタウンは2号艇峰龍太、2番手争いは5号艇1号艇競り合い状態、ホームストレッチに入って2番手1号艇菊池が優勢です。なお後方アクシデントとなっています。現在4艇の構想、レースは2周目、目下のところ2番1番5番となっています。レースは2周目1マークへと移っています。2周目そして向こう上面へと確定移っています。現在2番1番5番3番が構想となっています。現在2番1番5番3番が構想となっております。レースは2周2マークです。お知らせいたします。4号艇石渡哲平落水失格、6号艇久田俊幸落水失格となっています。4号艇石渡哲平落水失格、6号艇久田俊幸落水失格となっています。最終周回、現在3周の1マーク、上位体系は2番1番5番の体制となっています。最高峰の4番手からは3号艇桐生純平、3周バックストレッチからこれからラストコーナーへとレースを移ります。最終コーナーにかかって先頭は2号艇峰龍太、2番手には1号艇菊池光平、3番手は5号艇片岡正弘、上位3艇2番1番5番でゴール、先頭2番峰五輪、2着1番菊池五輪、3着5番片岡五輪、ラストで3番桐生五輪、なお4号艇石渡、6号艇佐田は落水失格となっています。第9レースの着順確定をお知らせいたします。1着2番2着1番3着5番以上でございます。